が花漫画に出演する左上から時計回りに鈴鹿央士、ファーストサマーウイカ、六角精児、佐藤香織、木村みどり子、コピーライト2025、花漫画制作委員会俳優、鈴鹿央士24が来春公開の映画、花漫画、前田明監督にカラスと話せる研究者役で出演することが8日、分かった。人気小説家、主、川湊任氏が2005年に直木賞を受賞した短編集を原作に主演俳優、鈴木亮平、41、と女優、有村架純、31、扮する兄弟の不思議な体験を描く作品。鈴鹿は妹の婚約者を演じ、映画用に設定が追加されたクセ強キャラで物語にスパイスを与える。子供のままごと遊びで作った花のお弁当を意味する、花まんま。鈴鹿が心温まる兄弟の物語に花を添える。映画は早くに両親を亡くした兄弟の物語。大阪の下町で生きる熱血感の兄、俊樹、鈴木は亡き父と交わした、どんなことがあっても妹を守るという約束を胸に、文子、有村を守ってきたが、妹のある秘密が、明らかになるという内容だ。鈴鹿は俳優デビューからわずか5年ながら放送中のフジテレビ系嘘とキレトリックで月球に初主演している注目株。今作では文子の婚約者で動物行動学の助教中澤太郎を演じる。原作では最後の一行でちらりと姿を見せる程度の人物だが、映画では設定が追加。髪を整えるのも忘れて、カラスの研究に没頭するあまり、カラスと会話できるようになったという仰天の役どころで、カラスと話せる研究者というキャラクターには驚きました、としながら、撮影では根気強くカラスとの対話に挑戦。その会話が、どう物語に関わるのか注目だ。演技経験が豊富な鈴木有村とは、初共演で一番多くの時間を過ごし、数多くのことを学ばせていただきましたと刺激を受けた様子。メガホンを取った前田監督の作品は、昨年3月公開の映画、ロストケアに続く2作目の出演となり、監督をはじめ、現場の皆さんが明るい雰囲気を作ってくださったおかげで、のびのびと演じることができたと感謝した。ファンタジーの要素も含む重厚な物語については、身近で大事な人が思い浮かんだり、生きていることを改めて大切にしようと思える作品。台本を読んで何度も泣いてしまいましたと告白。来春の公開に向けて、早くこの作品を見ていただきたい。そんな思いでいっぱいですと映画の開花を心待ちにした。兄、鈴木の幼馴染役は、ウイカ俊樹の幼馴染で、お好み焼き屋の看板娘という映画、オリジナルキャラクター、コマコ役は、ファーストサマーウイカ、34に決定。全世代に響く温かい家族愛と不思議なストーリーに引き込まれる作品とアピールした。文子が抱える秘密に関係してくる重武の父、仁は佐藤香織、65、長男、光一は六角精児、62、長女、夫妻は木村みどり子、62が演じる。